こんばんは。今日も始まりましたリナラジオです。ここでは1分30秒で皆さんに面白い話ができるように頑張っていきたいと思います。私についての豆知識を一つなんですけど、私は両親両方とも日本人、そして私は、小学校2年生から4年生まで日本の学校に行ってたので、日本語ができないなんておかしいんです。なので、そういう風にできないって言われないように克服できたらいいなと思っています。ではインドネシア語講座です。今日のインドネシア語講座はブア、ブア、ブアとは果物という意味です。漢字とひらがな両方書きました。ブアです。ブア、ブア。そしてこれはみかん。メンバーのディクが超大好きで、毎回毎回日本に行くとみかん食べたい、みかん食べたいと一人で言っています。はい、次はバリです。イエー、バリで買ったマグネットです。バリは実はインドネシアの中なんですよ。皆さん意外と知らなかったでしょう。じゃあ昨日まで読んだ我が輩の猫であるの途中から続きからやっていきたいと思います。なんでももう薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶してある。我が輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くとそれは女性という人間の中でも一番度悪な種族であったそうだ。では今日も終わりです。バイバーイ。